いきますよ。はい、今日もね、ちょっと今旬の、出荷が今ピークです。ピークというかもう最後の山場が来まして、こちらのレモンが大量に出荷されておりました。この中で今日はね、トゲなしのレモンを手に入れましたよ。シシリアンレモンです。はい、じゃあこれ注文。これ一つ、じゃあ注文の方。いいの取りましたからね、注文の方はね。レモン。シシリアンレモンと、あとこっちはね、マイヤーレモン。マイヤーレモン。まあ、一般的なレモンだね、これはね。はい、こんな感じのです。三つ、ノウス。ちょっと重たいかもな。すぐそこに。頑張れー。頑張れー。はい、あとね、今日、FJ で一つしかなかった。これは時間かかるな。はい、リュウカデンドロンのちょっと珍しい種類ですね。名前はまあ後でちょっと価格表とか見てください。はい、リュウカ、かっちょいいですよ。はい、今ならではです。あげる。バッチリいいや、このままでも、少しでも。はい、これも注文の方ね、一回買ってくれた方がすごいこれが気に入ってるそうです。リビュームレッドという種類ですね。店にも一つ買ってきちゃったんで、八号鉢でしっかりしてますよ。いいね。で、はい、あと、ほんとね、数が全体的に高いので、まだね、厳選して仕入れてます。サンセベリアの、すごい珍しい種類です。ムーンシャイン。ムーンシャインですね。スマッチです。シルバー系でございます。あ、そっか、フライやってるやん、俺。シルバー系のムーンシャイン。こんなね、背が高くないタイプ、高くならないタイプなので、非常にあのぐらいの背あれば、十分、非常に高い方でございます。で、プリンセチアがね、出荷本格的になってきました。プリンセチアの普通のタイプですね、これはね。これは注文でいっちゃいますが、うちにはもっといいのあります。はい。プリンセチア、普通のやつですね、これはね。このタイプです。出荷は今、プリンセチアが旬で、大体生産者がそろそろ頑張って、入荷しております。で、非常に少なくなってきたのが観葉の、まあ、寒さにちょっと弱いタイプ。これなんか特に、マッサン、甲府の木は弱いので、数が激減しております。まあ注文だから今日は入れましたが、だんだん観葉は少なくなってきます。はい、ちょっとね、しばらくなかったんですよ。入荷がかなり激減しておりまして、やっと盛り上がってきました。かなり人気あります。今、シャコバサボテン。はい、一番、今、旬じゃないかな。結構注文でなくなっちゃうみたいです。はい、それと、シクラメンが、まあまあ、ちょっといいのが出てきました。前回のよりかなりいいです。お値段ちょっと良くなりましたが、全然物がいいです。はい、こんな感じで。今日はね、もう、1ケースだとあっという間になくなっちゃうんで、2ケース入れてまーす。いいでしょ？こんな感じ。揃っておりましょう。シクラメンちゃんがあった。じゃあこれ、どうぞ。2ケースとも店です。これ、すぐなくなりそうですからね、早めにね。あと。あと、観葉植物の、吊るすタイプ、釣りタイプですね。これ人気あるんですよ、今。これが、ミルクブッシュね。で、いろんなのが入っております。こんな感じ。もう、早もん勝ちです。なかなか持ってこれないタイプの観葉ですね。よし。はい、みんな同じ値段でいいでしょう。あ、これ店売りね。店売りタイプ。まあ普通のリップですね。はい。大丈夫？今の位置ぐらいで。よかった。
非常に白もないんですけど、リップもないんですよ。生産者が少ない。出せる生産者が少ないですね。はい、こんな感じでこれは注文でーす。これ今日配達のやつ。はい、今度は5本立ちも激減しております。皆さん非常に苦労しておりました。私はかろうじて一発入れられましたが、注文でーす。はい。これも注文です。1ヶ月ぐらい前からこんな長いのは注文しておりました。やっと入ってきました。一月注文かかりますね、こんないいの。そう、はい、これも注文です。木曜日、はい、これも同じく2つ同じですね。さあはい、来ますせ。なんせビオラがもう相対でどんどんなくなりまして、昨日夜帰って締め切り前に一回見たら、このぐらいのビオラ全部完売しておりました。競りには67個しかかかっておりませんでした。先取りして正解って感じです。はい、こんな感じで。さあ、店入りはちょっと贅沢に、翼作スミレを入れました。どうせ120円でやるんならもう翼作いっちゃおう。ちょっとラベルはないんですけど、物はいいですからね。はい、こんな感じで翼作1ケース。またモンキーポット1ケースしかないです。すいません。で、唯一100円でできるのがベゴニア。今日久々に入荷自体ないですからね。本当に欲しくても手に入らないっていうのが現状です。はい、手に入りました。で、これがちょっと渋めのかっこいい色合い。これが欲しかったんですけどね、ちっちゃいんですよ。でもね、大きくなってきますんで、ここのが一番人気あって、色がやっぱりセンスいいですね。ここの入ってまいりました。こっちか、こうか。はい、秋色ね、完璧でございます、これ。はい、どうぞ。で、こっからほとんど注文です。はい、この辺もほんとに。はい、注文もね、やっとの手に入ったカランコエでございます。あ、でもこうか。あと、これがね、少し安い。本当に30円ぐらいしか変わんないんですよ。ちょっとでも安いやつっていうので、ガーレンシカラメンです。こんな感じです。でもまあ色がね揃ってるんで、少しでも安い方はこんなのが注文で入ります。これも同じ方の注文ですね。本当にね、花屋さんも花が揃わないんで、もう何とかして入れてっていうことで、ちょっともう安くできそうなやつ仕入れてます。これも注文です。ビオラ本当に先取りしてよかったです。もうまともなのじゃないやつでもいい値段でしますからね、皆さん焦って。大変です。で、これも競りじゃないと、競りだと買えない。競りまで残ってないですけど、もう本当先取りしないといけないんで。ただね、先取りも駆け引きなんで、画像が乗んないと先取りもできないんですよ。だから画像が乗るのを待ってるとなくなっちゃうんです。非常に微妙な難しいところでございます。はい、これも注文です。猫草8個単位でよかったら仕入れてきますよ。
終わりです。今日はこれ。はい、非常に天気良くてね、ガンガン入れたいとこなんですけど、なんせ高い。高いと皆さん来ても、わあ、高いわねって、がっかりされるんで、もうちょっと待ってください。なんかね、一通り落ち着かないと安くならないですね。皆さん必死になって花屋さん集めてる。もう、どん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 高くなっていっちゃうね。まあ、ケース売り2000円とかだったら頑張っちゃいます。今そんな、そんなレベルですね。1個100円でやったんですけど、ケースで2400円のところを2000円くらいまでだったら、モンキーなんとか社長のポケットマネーで頑張ってもらいましょう。はい、こんな感じでよかったら2000円でどうぞ。注文受けたまりますんで、これじゃあ以上。じゃあね。今日終わりです。